モーラミアイン駅は、ミャンマー連邦共和国門州、モーラミアイン市にある、ミャンマー鉄道バゴーモーラミアイン、ダウェー線の駅である。当駅は、イギリスの植民地時代に、タニンダーリエン岸部の孤立したモーラミアインイエー線の終点駅となる、モールメイン駅として設置された駅であった。ヤンゴンからの路線は、持ったままでで止まっており、乗客がモーラミアインに行くには、 フェリーに乗ってタンルイン川を渡る必要があった。2006年にタンルイン橋の開通に伴い、他の国営鉄道網へ直接接続できるようになった。報告によると、アセアン鉄道駅の基準で建設された新しい駅が2006年4月17日に開業した。2階建ての当駅は長さ88メートル、幅34メートル。 総床面積63万8000フィート2の地上駅である。駅構内には側線を有している。当駅は市内の主要市場であるゼギュの約3キロメートル東側にあるミオニュガンに位置している。当駅の西側にはモーラミアイン病院がある。当駅は5068キロメートルにも及ぶ国営鉄道網の一部である。国内唯一の鉄道事業者である。 ミャンマー鉄道では、最初がヤンゴンを午前7時に出発し、モーラミアインには午後5時に到着する列車。次がヤンゴンを午前10時に出発し、モーラミアインには午後9時に到着する列車の、1日、あたり2本の列車サービスを提供している。ヤンゴンへの帰路では、朝のサービスとして、モーラミアインを午前6時に出発し、ヤンゴンには午後5時に到着する列車。 次がモーラミアインを午前8時30分に出発し、ヤンゴンには午後8時に到着する列車にて戻ることとなる。ありがとうございます。